こんにちは、ホーリーセイバーです。今季で一番強いと思ってたけどあんまり見かけないから自分で使うよ。ホーリーセイバーとゴッテスで8ターン目に OTK できるし結構強いと思うよ。前置き終わり。試合へ進むよ。お相手のビショップが別の形で面白かったよ。こういう方法もあるんだなって参考になったね。でも名前が丸々キモすぎて草みたいな名前だったから隠しておくよ。キッズは可愛いね。せっかくいいデッキだったのにもったいないよ。でもキッズって朝の5時にランクマやってるの？早起きすぎない？1ターン目アンベルトは最強だね。これができれば大勢は勝てる気がする。あとはユルルングルのタイミングが重要っぽいね。確実に進化できるタイミングで置かないと弱いよ。先行なら2ターン目に置いてもいいけど、後攻だと使いどころが難しいね。5ターン目着地が今のところ理想な気がしてるよ。ホーリーエンチャンターはナーフ前で使ったことないんだけど、これにコスは最強だったろうね。ドロスとして有能すぎるね。今ならユルルングルと合わせて使えるからニコスに戻して。ユッテル強いんだけど序盤で引きすぎると困るから枚数減らそうかな。ダークエンペラーを余裕で処理できるから採用してるんだよね。っていうかメタが回ってきてるのかバンプ減ってきた？前ほど見かけなくなったよ。それよりもアルティメットマジックがまた戻ってきた印象だよ。クロノウィッチにはもうあったの？あのデッキの可能性はないの？ここイリスだと盤面処理できないと思ってたよ。相手の守護に選択負荷ついてると勘違いしてたよ。これが聖なる鎧か。行きますよ。このアンベルト起動も微妙だったね。美少は久しぶりだから許して。結果的にアブディエルケアになったからセーフだね。レリックスピア消されたら厳しいからね。もしかしたら無意識にケアしてたのかもしれない。にわかなんじゃなくて達人の領域だったんだ。これからはビショップマスターを名乗っていきます。よろしくお願いします。そういえばルナールの聖騎士の絵違いが今回あるんだよね。早く欲しいよ。シルバリーグレーターと違って使えるカードだからね。神に好みを捧げます。スダシアンベルトがぶっ刺さりだね。気持ちよさを優先したけど、ルナールで進化稼いだ方が良かったかもしれない。もしくはユッテル置いてゴッテル着地もありだったかもしれない。選択肢が多いでって楽しいね。ゴッテスにカゴちゃんでバフもつけられるしね。一度相手がやってきたけど守護虫が付与できてなくてリタイアしたのは笑ったよ。こっちが守護美書じゃなきゃ強い選択肢だと思うけどね。ダークエンペラーも取れるようになるしね。お相手氏はホーリーセイバーを簡単に切ってきたね。2枚以上で使った方が良くない？この時はそう思ってたよ。ウーノノバ残りとダメ化が強いから採用したいけど、勝ち筋にはならないと思って採用してないよ。別に1枚も持ってないとかじゃないんだよ。カルミアも割と使いどころ難しいよね。ドローもしたいし進化もしたいし難しいよ。我が手導く指。我は雷帝導く光なんてな。引き死に勝る剣だろう。闇よ去りなさい。人も神も魔もまとめて救う。虚し
この額を仰いで行け。ここ外れ。弱者の叫びに鉄火で報いる。まさかのグリームイル採用だったんだよね。割と進化軸だし可能性あるのかな。同じ進化軸でもこうもデッキの形が変わってくるんだね。ゴッテスに吸われちゃってほとんど効果なかったけどね。祝福のもと天の刃を。ここリーサルじゃないんだけど、相手の名前からリタイアすると思って全部使ったよ。案の定切断してきて笑ったね。番外戦略しやすいから楽でいいよ。